ねえ、ミーナか少佐から何か聞いた？いや、結局話すタイミングがなくてな、聞かずじまいだ。まあ、いっか。それで全員集められたんだろうし。そうだな。ヨシカは相変わらずだよな。ルキーニちゃん、どこ触ってるの？ほんと、ヨシカってば可愛いんだから。ほらほら。もう、いたずらはやめてよ。おい、ルキーニ、そろそろやめないとすぐにミーナ中佐たちがやってくるぞ。もう少しだけ。何をやっとるんだあいつらは。まあいいんじゃない。いいわけあるか。お前もあいつらにとっては上官なのだからな。少しは模範になるよう心がけんか。あのバルクホルーさん、ハルトマンさん。お、どうしたのサーニャ。どうした、サーニャから話しかけてくるなんて珍しいじゃないか。あの、ガリアのネウロイは消滅したということですけど。うん、それが？それでもガリアからオラーシャまで戻ることはやっぱり難しいですよね。だろうな。いくらガリアが解放されたといっても、途中のカールスラントや肝心のオラーシャ西部がネウロイの支配下だからな。そうですよね。宮藤や少佐と一緒にフソン行っちゃえば、あっちから回ればなんとかなるかもよ。ヨシカちゃんと一緒。ダメだダメだダメだ。エイラ、そのフソンはすごく蒸し暑いって聞くぞ。そんなとこ行ったら体壊すぞ。それにきっとフソンの飲み物は勧誘しかないぞ。勧誘は苦手だろ、だろ。いや、いくらなんでもそんなことはないだろう。あ、ヨシカちゃんからもらったフソンのお茶美味しかった。うさーにゃー。さて、みんな揃っているわね。今日みんなに集まってもらったのは他でもありません。まず、先日襲来してきたネウロイについて判明したことから話します。あのネウロイはガリアに残っていた残存勢力が最後の犯行に出たものです。私たちがネウロイを撃退したことにより、司令部はガリアがネウロイの手から完全解放されたものと判断しました。え、それってつまりどういうことでしょうか。ああ、言葉通り、もうガリアにネウロイは一匹も残っていないということだ。私のかけがえのない故郷ガリアからネウロイは消え去ったのですわね。え、そうよ。よかったわね、ペリーヌさん。よかったね、ペリーヌさん。本当にガリアを取り戻せましたのね。よかったな、ペリーヌ。ありがとうございます、少佐。よかったよ、ペリーヌ。おめでとうね。おめでとう。みんなでお祝いでもするじゃないか。おめでとう。ありがとう。私、頑張りますわ。みんな、まだ話は終わっていないわ。ガリアを拠点としていたネウロイの巣は、私たちの手によって消滅しました。つまり、このブリタニアにとって脅威を及ぼしていたネウロイもいなくなったことになります。それに伴って、私たち第501統合戦闘航空団、ストライクウィッチーズを解散することが司令部から正式に通達されました。そうか、そういうことか。そうだな。まあね、そりゃそうか。それと、黙っていてすまなかったが、今回天城が来たこともこれに関係している。
この度の天城の任務は、我々が使用している機材を回収し、ロマーニャに向かう第504統合戦闘航空団へ移送するものだ。ああ、やっぱりそうなんだ。というわけだ。各自は原隊に復帰。一部の者は除隊扱いとなるが、正式な辞令が来るまではしばらく時間があるだろう。それまでは各自この戦いの疲れをしっかり癒してくれ。ああ、それと宮藤。はい、何ですか？私とお前は天城に乗船して扶桑まで戻ることになっている。荷物をまとめておけよ。はい、わかりました。じゃあ天城はロマーニャに寄った後、扶桑まで戻るんですね。ああ、その前にガリアにも寄港するらしいがな。あの少佐、どうした？ペリーヌ、できれば私もガリアに戻らねばならない身ですし、その最後までご一緒させていただけたら。ああ、もちろん構わんぞ。他にも希望する者がいるなら遠慮するな。大船に乗ったつもりで私に任せておけ。あっ、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 あっ。どうした、ハルトマン。何をしてるんだ。ん？外見てただけだよ。もうすぐ見納めだなって思ってさ。そうか。お前でもそんな風に思うことがあるのか。そりゃあるよ。なんだかんだでそれなりにいた場所だし。ね。それは決まってるだろう。私たちの目的は、もともとカールスラントの奪回だ。現代の JG52 か他に配属されるのかは分からんがな。そんな干渉になど浸っている暇はないぞ。そりゃ分かってるけど、っていうかさ、なんだ。みんなと別れるのを寂しがってるのはトゥルーデの方じゃん。この前から人の心配ばっかしてるし。何を言ってるんだ。別にあの時は宮藤の心配をしていたわけでは。はい、誰も宮藤なんて言ってないじゃん。エーリカ、夜中に騒々しいわよ。どうしたの、二人とも。ミーナ、お前からも言ってやれ。こいつが。ねえミーナ、私たちどこに配属になるか決まってるの？まだ正式な辞令はないわね。そうか。まあまだ昨日の今日だしね。でもね、どこに行くかは決まっていないけど、3人一緒なのは間違いないと思うわ。上層部も私たちの戦果は3人揃ってのことだとは認めてもらっているし、私も優秀な部下を手放したくはないわね。ははは、そりゃどうも。でも他のみんなとはもうすぐお別れね。寂しくなるわね。いいな、お前もか。どうしたの？トゥルーでもみんなと別れるのを寂しがってるんだよね。私は寂しがってなどいない。はいはい、ね、トゥルーで、任務は大事だけど、別に寂しがることは悪いことじゃないと思うわよ。私だって坂本少佐やみんなと別れるのは寂しいわ。それに溺れてはいけないけど、その気持ち自体は大切なものだと思うの。そうだろうか。そうよ。それにね、生きていればきっとみんなとまた会える日が来る。そうだね、いつかきっと。ええ、今は別れてもいつか平和になったその日を信じてね。大丈夫、私たち3人はずっと一緒よ。そうか、そうだな。そうそう、今のトゥルーでは一人にしとくと何するか分かんないしね。ちゃんと私たちで面倒を見ないと。ふん、お前の緩み切った私生活の管理を私以外に押し付けるわけにもいかんからな。でもね、やっぱりみんなにはちゃんとお分かりをしておいた方がいいと思うわ。うん、分かった。考えておこう。
やはり外の方が落ち着くな。あれ、トゥルーデ、どうしたの？いや、天城に上官すると言ってもガリアまでのことだ。半日もない航海で個室をもらってもな、どうにも落ち着かない。まあそうだよね。ありゃ、どうやらみんなも同じみたいだね。やっほー、みんなどうしたの？うん、これからみんなどうするのか話してたとこ。なんだ、結局全員天城に上官しているんだな。ま、一人で基地からお見送りってのも嫌だし、少佐と宮藤以外はガリアかロマーニャで降りるだろうけどね。で、宮藤は実家戻るって言ってたっけ？はい、うちで診療所のお手伝いです。少しは魔法もうまく使えるようになりましたし、頑張ります。私はガリア貴族として祖国復興の義務がありますから、これから大忙しですわ。私はいろいろ考えたんですけど、ペリーヌさんと一緒にガリアに行こうと思っています。ブリタニアの危険はなくなりましたし、ガリアで困っている人たちの助けになれたらって。別に手伝ってほしいなんて頼んでいませんわ。でもリーヌさんがそうおっしゃるんでしたら、よろしくお願いしますね。はい。そうか、お前たちは除隊することになるのか。少し惜しい気もするな。せっかくウィッチとしての実力もついてきたのに。あ、ごめんなさい。バルクホルンさんたちはこれからも戦い続けるんですよね。ああ、そうだ。だが謝る必要などない。直接戦う以外にも人々のためにできることはいくらでもある。それはお前たちが選んだ道だろ。だったらそれに誇りを持て。はい。で、そっちの二人とミーナ中佐はカールスラント戦線か。きつそうだな。当然だ。それがもともと私たちの目的だからな。ハルトマン、ちゃんとバルクホルンの面倒を見てやれよ。ふふん、任しといて。おい、逆だろそれは。そっかな。そうだ、だいたい貴様が人のことを言えた義理か、リベリアン。私物扱いで服用機を持ち込むような常識外れが何を言うか。いいだろう、別に。これ空母なんだし、着艦もできるよ。そういう問題か。それでシャーリーさんはどうするんですか？シャーリーはね、私と一緒にロマーニャ行くんだよ。ロマーニャのパスタとピッツァ食べてもらうんだから。おお、楽しみだな。ま、しばらくはロマーニャでゆっくりするさ。ちょっと待て、貴様、リベリオン司令部から帰還命令とか出ていないのか？さあ、聞いてないぞ。信じられない。どうしてこれで組織が成り立っているんだ。リベリオン、恐ろしい国かもしれん。サーニャさんとエイラさんはどうするんですか？エイラと一緒にスオムス基地に行ってオラーシャに向かうルートを探してみようと。そうだぞ、サーニャはフソンになんか行かないからな。ビー。私、何か悪いことしました？ああ、別に気にしなくてもいいと思うよ。そうですか。不相といえばですけど、少佐はどうなさるのか聞いてらっしゃいませんの、宮藤さん。坂本さんですか？ウィッチ養成学校の教官依頼が来ているって言ってましたよ。教官？宮藤さん、その学校って不相以外のウィッチでも入れるのかしら？さあ、私にはわからないですけど。なんとかならないかしら。その、あなたの推薦とか。あの、ペリーヌさん、ガリアの復興は。あ、そうでしたわ。口惜しい。
そうか。私たちもガリアで降りる予定だが、しばらくは一緒かもしれんな。え？あ、ええ、そうかもしれませんわね。うん。私も時間が取れるかわからんが、もしペリーヌさえよければ、ガリアの町でも案内してくれないか。え？え、その…どうした？何か不都合でもあるのか？ああ、そうか。ガリアもまだいろいろと大変だろうしな。無理を言ってすまなかった。また機会があればよろしく頼む。え、いえ、どうも。一体どうなさったのかしら？何か悪いものでも食べたんですの？はは、そうじゃないけどね。まあ、トゥルーデ流にみんなと別れを惜しんでるんだと思ってやってよ。ストライクウィッチズ、直ちにガンルームまで集合してください。繰り返します。ストライクウィッチズ、直ちにガンルームまで集合してください。どうしたのかな？何か。そうかもしれないな。それ、どういう意味ですか？善と多難ってとこだな。じゃあやっぱり何かあったんでしょうか？考えていても始まらん。行くぞ、みんなも急ぐ。はい。よし、みんな集まったようだな。みんな聞いて。先ほど総司令部からこの天城への作戦参加要請がありました。作戦内容はガリアとカールスラントの国境線付近に出現した大型地上ネウロイの排除です。え、ネウロイはガリアからいなくなったのではありませんこと？そうね。でも国境を越えたカールスラントにはまだネウロイの巣が存在しているわ。連合軍の防衛体制が整う前に新たなネウロイがガリアに向かってくる可能性もあるの。そうなれば元の木阿弥よ。そこで一番近くにいて体制の整っている部隊、つまり我々に指令が下ったということだ。幸いみんなの装備も天城に積み込んでいるし、運用設備もある。作戦行動に問題はない。解散の知らせを伝えたばかりで本当に申し訳ないのだけれど、もう一度みんなの力を貸してくれないかしら。やれやれ、まったく司令部は勝手だね。いつものことだけど。何を言うか、カールスラント奪還作戦の先陣を切るようなものだ。私に依存はないぞ。私たちはそれでいいかもしれないけど、他の人はそうはいかないでしょ。もう二度とガリアに近づけさせるもんですか。この私の手で守ってみせますわ。私も頑張ります。ま、ここまで来ちゃったら文字通り一度乗った船ってやつだよな。私も付き合うよ。みんなでもっかいお仕事、お仕事。私も行きます。最後まで一緒に。サーニャが行くなら私も行くぞ。結局また全員参加か。すまないなお前たち。よし、我らウィッチーズはガリア・カールスラント国境線に出現した大型地上ネウロイの殲滅に向かう。停泊地までにはもう少し時間がかかるけれど、もしもの時のためにいつでも出られるようにしていてね。出撃前にはこのガンルームでブリーフィングを行うので速やかに集合してください。では解散。了解。はい、今作成の目標はガリア・カールスラント国境線を拠点としている大型地上ネウロイの殲滅です。マジの線に張り付いてるわけか。厄介だな。ねえねえ、マジの線って何？あら、そんなことも知らないんですの？まったく、これだからロマーニュの田舎者は困りますわね。マジの線とは、我がガリアが誇る無敵の対ネウロイ一大要塞戦ですわ。カールスラントとの国境線に位置する
まさに無敵、アリの子一匹通さない鉄壁の要塞ですのよ。でも空を飛ぶネウロイには無力だったじゃん。上を通られたら要塞の意味ないし。それでも地上の進行は随分と防いだんですのよ。そりゃあんな大きいのが空から来るなんてずるいですよ。だいたい要塞で守るなんて戦略が古いよ。なんですって？はいはい、そこまで。今回の作戦行動においては4体の編成とします。坂本少佐、リーネさん、宮藤さんの隊は天城の直縁。了解だ。了解了解。サーニャさん、エイラさんの隊は西側から。了解了解。チャーリーさん、ペリーヌさん、ルッキーニさんの隊は東側から。了解ですわ。了解了解。そして私、バルコホルン大尉、ハルトマン中尉は北側から大型ネウロイを含む本体へ接近。了解了解。国境線沿いには多数の地上ネウロイが確認されているわ。各自十分気をつけて攻撃を行うように。ストライクウィッチーズ出撃します。了解了解。妙なネウロイが一気そちらへ向かった。気をつけろ。妙なネウロイ？はい、あれはまるで。宮藤、宮藤、応答しろ。ダメね、遠すぎるわ。今はともかく目標に向かいましょう。了解。行くなよ。
目標はあいつじゃない。ええ、目標の地上ネウロイも近いわ。このまま行きましょう。了解。戻ってきたのなら一緒に蹴散らしてやる。ちょっと待って、様子が変よ。これはなんだかヤバそうだね。合体しただと。なんだあれ。このまま攻撃続行。二人とも気をつけて。あれが何なのか全くわからない状態で追うのは危険すぎるわ。そうだな、作戦目標の破壊は成功したわけだし、それが妥当だろう。ほっといていいのかな。また来たりしない？今のガリア軍じゃあんなのが来たら持たないよ。その時はまた私たちが撃退すればいいだろう。あれ、カールスラント奪回に行くんじゃなかったんだっけ？それともトゥルーではずっとみんなと一緒にガリア守ってるの？あのな、お前はいつもいつも人の上げ足ばかり取って。はいはい、それじゃあ天城に祈祷するわよ。でも実際これで終わりというわけにはいかなくなったかもしれないわね。